重慶市元書記の白起来の更迭後、中国のインターネットに変化が現れました。当局が躍起になって封鎖している大企業のウェブサイトが一時アクセス可能になりました。17日夜、ポータルサイトテンセントのミニブログに壁を乗り越えずに大企業が見られたとの歓喜の書き込みが出現。大企業のニュースを写した写真も共に掲載され、この書き込みを見た他のユーザーらも試してみたところ、普通にアクセスできたそうです。また、大企業共産党脱退サイトの脱退者が1億1000万を超えているとの驚きの書き込みもあったそうです。また、重慶モデルの崩壊とともに、白起来を精神的リーダーとして掲げていた一部の有名な左派サイトも運営停止に追い込まれ、左派学者とも呼ばれる芝南市のミニブログや講演も削除されました。これに対し、左派の言論の自由を叫ぶ人が出現。一方、芸術家のアイ・ウェイウェイさんは、ボイス・オブ・アメリカの取材の際、芝南市をはじめとする左派学者らの言論は、自由でなく強権と悪の振る舞いであると憤慨。彼らが手段を選ばずに泥を塗り、事実を歪曲して罵るとき、アイ・ウェイウェイさんが反撃する空間はどこにもなかったといいます。アイ・ウェイウェイさんは、これはナチス式権力であり、いかなる社会でも制限されるべきであると述べました。重慶で大々的に推進された革命家運動、昼も夜も賑わっていた重慶市大礼堂広場では、白起来の更迭後、革命家と踊りが禁止されました。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。